大洗ゴルフクラブは、茨城県東茨城郡大洗町にある、ゴルフ場で、鹿島灘に面している、シーサイドリンクスである。会場は1953年で、茨城県では、名門として知られ、静岡県伊東市の川名、ホテルゴルフコース、富士コースなどとともに、日本屈指の難易度を誇っている。メンバーシップ制を採用しているため、会員の紹介による予約が必要である。 本コースでは日本男子ツアーのダイヤモンドカップゴルフが大会最多となる10回開催されている。またメジャー大会では日本プロ選手権が1960年に日本オープン選手権が1998年にそれぞれ行われている。ダイヤモンドカップゴルフにおいては過去に何度も逆転劇が起きている。前身の三菱ギャラントーナメントでは 1986年に中島恒ねが最終日に首位の金井誠一との4打差を逆転し、この大会3年ぶり3度目の優勝を飾った。1993年は台湾の陳氏中が首位の尾崎正史を逆転して優勝。その尾崎は3年後の1996年最終日に日本記録となる8打差を追いつき、 アメリカのトッド・ハミルトンとのプレーオフを制して大会初優勝を飾った。ダイヤモンドカップゴルフとしては2001年の大会では初日116位と低迷した伊沢利光が2日目以降徐々にスコアを伸ばし藤田博之、五十嵐雄二とのプレーオフを制した。2003年の大会はトッド・ハミルトンが2日目から首位に立っていた前田清を逆転して優勝した。しかし、 2004年の大会は3日目トップに立った、平塚哲司がそのまま逃げ切って優勝。初めて逆転の大洗の異名が崩れてしまったが、3年後の2007年は、平塚が2日目からトップに立った、谷口徹との4打差を逆転、大会2度目の優勝を飾った。2009年は3日目に体だったケン、県本騎士がトップにいた、オーストラリアのブレンダン・ジョーンズを3ホールに及ぶ。 プレーオフで下した。また、1998年の日本オープン選手権では田中秀道が、主位の尾崎直道との3打差を逆転し、国内メジャー初優勝を飾った。ありがとうございます。